アイちゃん、オレンジプラネットでも今頃は年越しの準備で忙しい頃かな。あ、そういえばアリスちゃん、昨日の練習なんだか元気がなかったような。それはでっかい心配かも。アリア・ザ・ナチュラル、ドラマ CD スペシャルナビゲーション3、ありがとうの香り。わー、ハヒ、マー社長、私のポンポンはもちもちしてないです。私はでっかいやる気です。もう大晦日、チャンスは今日しかないんだから、卑怯な手を使ってでも、そう、闇討ちしてでも、積もりに積もりまくったこの思いを、あの言葉をアテナ先輩に伝えなくては。よし。アテナ先輩、今年一年いろいろとありがとうございました。アテナ先輩が目の前にいなければ言えるのに。まあ、まあ社長、ついてきてもらえますか。まあ、アテナ先輩はどこに。この匂いはキッチンの方ですね。美味しく焼けますように。わー、あ、アリスちゃん、マー社長。アテナ先輩、何をしてるんですか。パンドールを焼いているの。3日前から種を仕込んでおいたし、完璧なはずよ。あとはフルーツ入りのソースを作るだけなんだけど、結構たくさんあって。手伝いましょうか。本当？ありがとう。あ、ん？どうしたの、アリスちゃん。先を越されました。え？いえ、何でも。ああ、手際がいい。これぐらい、なんてことありません。じゃあ私は、イチジクを刻んでようかしら。ん。と。は。アテナ先輩、でっかい無防備な背中。今がチャンスです。トン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 。あの、アテナ先輩。あの、その、アリ、アリ。え、アリ？どこどこ？アリなんていませんよ。そうなの？はぁ、びっくりした。だから、アリが。え、やっぱりアリ？いえ、なんでもないです。はぁ、アリスちゃん、どうかしたの？なんでもありません。本当に？はい。パンドーロ、焼けたみたいですよ。あ、うん。やっぱりうまく言えない。どうしていつもこうなっちゃうんだろう。あ、ぺったんこですね。酵母の熟成期間が短かったのかしら。ショック。うまく膨らまなくても味には関係ないです。え、こうしぼんじゃってる部分に残りのフルーツを飾って、その上からソースをかければ。ああ、美味しそう。まあ、アリスちゃんにはいつも助けてもらってばかりなのに、大晦日の最後の最後でまた助けられちゃった。アリスちゃん、今年一年本当にありがとう。ああ、ん？アリスちゃん？アテナ先輩、ずるいです。え？でかいずるいです。どうして、どうしてそんなに簡単に言えちゃうんですか？え？
私だって言いたかったのに。アテナ先輩のおかげでペアのみんなとも話ができるようになって、去年よりもずっと楽しい一年を送ることができて。アリスちゃん、今年一年ありがとうございますってずっとずっと言いたかったのに。あね、アリスちゃん。はい。どういたしまして。もうこんな時間、あかり先輩たちがサンマルコ広場で待ってます。じゃあパンドールを持っていきましょうか。でっかい、賛成です。ありがとうって焼きたてのパンドーロに似てます。あったかくて甘くてふわふわして優しい香りに包まれた今年最後の夜。今年だけでなく来年もきっとまたありがとうって言える、そんな予感に、でっかいでっかいありがとう。